ケメン2イソシャドッアベちゃん。はい、今日はですね、はい、ピッチにね、はい、富士そばの富士山盛り、はいはい、富士山盛り、あ、富士山盛りか、そう富士山盛り、あれ3玉やねんな、はいはいはい、それを2つ合わせて6玉のエベレスト盛りぐらい、エベレスト盛り、あの、翔ちゃんが昔挑戦したやつ、ね、やりましたね、初期の頃に、そう懐かしい、それに挑戦してもらいましょう。おお、はい、響くん、あの、世界で一番富士そばのそうです、世界で一番はしないと、でも好きでしょ、好きです、大好物がそばでしょ、そうです、で、その中でも富士そばのそばが好きなんでしょ、富士そばは結構好きです、おお、挑戦してもらいましょう、はい、はい、頑張って頑張ります、じゃあ行きますか、行きますか、はい、レッツラゴーつけ麺ズ、はい、来ました、来ました、久しぶりに見るとすごい量ですね、頑張って、はい、じゃあいただきます、はい、どう？美味しいです。ね、これ俺写真なかった覚えありますよ。そうかな。はい。しょうちゃんでもコロッケ二つ取ってたんですよね。プラス味変とかで。味変でコロッケって結構きつくないですか？いや、あとで欲しくなるから。そう。でもやっぱもうさっぱりとしたそば。食ってるとやっぱこってりとしたそうなんですよ、コロッケとか食いたくなるよ、揚げ物、いい音だな、じゃあ量多いな、全然なくならんな、そうですね、何だろうって思った以上に今3分の1ぐらいかな、これ、うん、3分の1ぐらい減ったんじゃない、だんだんめんつゆの味が気持ち悪くなってきそう、わかる、すごいわかる、まあ、シンプルな味だからね、やっぱ飽きるよね、これさ、本当に一口食べてみたまさかの味変、うわ味変コロッケ、一口食べてもお腹止まんないから、味の味覚だけ止まんない、翔ちゃんはコロッケで一回変えた方がいいと思って、コロッケでいただきます、うん、うん、味になる、うん、ソースがうまいもうでもほらあともう1人前ぐらいじゃない、1玉頑張れ頑張れビスキー、うん、だいぶ終わりが見えてきましたね、あともう少し、すごいな、ほんとゆっくりだけどずっとカメのあれを味噌スタイルで食べてる、はははは、すごい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 、もうどうだろう、シャシャテケンだよ、うん、はじめにお邪魔します、すごいな、コロッケもしっかり食うってすごい、すごいっすね、大食いじゃん、普通にこう一切見せずに、いやでも地味に味が同じものだと思って、飽きが1キロ食おうと思うと、これめんつゆは飽きちゃう、交互に食わないと、ラストコロッケ、コロッケ始めか、コロッケ美味しい、ついにここから、ついに来ました、最後いただきます、すごいな、すごい大食いじゃん、すごいすごい大食い選手だ、すごい、すごい大食いやん、でも普通に大食いじゃん、キビってなぜ負けようとしてるの、でもなんか全然もうそば湯までいけるぐらい、まあそば大好きやん、じゃあ、ゆうくんお疲れ様でした、お疲れ様でした、
はい、それではこの動画を最後まで見てみてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ。はい、普通に小食じゃないと思う、うん、あの食べないだけ。何ですか。